今日がラストということですからね、皆さん思いっきり楽しんで、やーやーやーいいながらね、走っていきたいと思いますよ。この乗り物はアトラクションの乗り物ですからね、皆さんシーンと乗っている場合ではないです。よろしいですか。皆様は選ばれましたモニターとしてのご乗車のお客様です。お役目があるんですね。決して辛い顔、冷たい顔いけませんよ。それでは間もなく入水のポイントに近づいてきました。皆様ここで救命用具のご説明をさせていただきますね。小さなお子様、11歳未満のお子様には命を守るためにライフジャケットをお配りしてますので着用いただいてます。幼児のお子様のお父さんお母さんのね、膝の上でお願いしますね。子供には未来があります。大人の皆様、残念ながら大きいサイズがないんです。決して大人に未来がないと言っているわけではございません。自力で上がってきていただくということでお願いをしております。いいですか。海水です。浮きやすいです。釣りといてもらったら釣り上げると釣りとってですね。緊張してきた。ここ楽しむとこよ、ね、ここ楽しむとこ、ね、さあいよいよですよ。今から入りますよ。ちょっとその前に急なカーブ、左に曲がらないといけないんです。ちょっと車が大きく揺れますから捕まっといてくださいね。そうです、そのリアクションが必要ですよ。皆さんアトラクションの乗り物ですよ。皆さんそこから入りますよ。怖い。大丈夫です。皆さんいいですか。皆さん覚悟はいいですか。じゃあ皆さんさっきみたいにこう入れるといけないのでカウントをともに入りたいと思います。ゼロから数えます。ゼロから数えて1、2、3、キュージャパンで入ります。いいですか。ここちょっと難しいです。合わせ練習しますよ。3、はい、0、1、2、3、キュージャパン。 OK。 本番はもう少し大きな声できますからね。さあそれではどうでしょう、竹末ドライバー、準備はどうですか。あ、準備、あ、なんとここから手が細かい。今から船長に早変わりしますよ。はい、船長になりました。皆さんではね、船長がね OK って言ったら行きますよ。いいですかね。ちょっとスタンバイがあるみたいです。 OK ですか。どうしてそんな格好。車は浮きません。車は浮きませんって言ってます。自分だけ逃げようと思ってますよ。いいですか皆さん。それでは行きますよ。3、はい、0、1、2、3、キュージャパン。さあどうですか、浮いていますか皆さん。浮いてる。よかった、ニュースにならなくて。今スクリューを下ろしましたよ。エンジンを車から船に切り替えました。スクリューの回る音を聞いてみましょう。聞こえます。さあ皆さん、これで見事バスから船に大変身です。竹末キャプテンに拍手をお願いします。大成功。ありがとうございます。それではこれからゆっくりとね、この東京湾、東京港の景色、トワイライトです。皆さんこの西日を浴びてください。どうです、このレインボーブリッジを見ていただきながらゆっくりとクルージングを楽しみいただきますよ。それから足元にもし荷物を置かれている方いらっしゃいましたらね、ちょっと水が入る可能性がありますからね、それから困ることがありましたらお船の上に置いていただけると助かりますよ。では皆さん、シートベルト外していただいて大丈夫でしょ。で、なんでシートベルトしてたら飲み込めません。ここからはシートベルトは命を守りませんよ、ね。さあそして先ほどまで竹内ドライバーが握っていた大きなハンドルは今何の役にも立っていません。竹内キャプテンの右の方にあるちっちゃなハンドル、これが先です。これでね方向を取っていますよ。さあそれではお台場も見えてきました。お台場見えてきましたね。フジテレビさんのマークが出てきましたよ。どうと思います。上にはゆりかもめが走ってますね。芝浦からお台場まで798m つないでいるんですよ。それでは皆さん、ここで質問です。先ほどまでバスでした。タイヤは今どこにあるでしょう。タイヤ下、どこの下。
した？バスどうした？そう、飛行機のように中にスッとしまいたかったんです。しかし、お金もなく残念ながらそのままそのまま水の下ね。だから本当にバスがスイスイと走っているようなんですね。不思議でしょ。あ、ユニカモでね、飛ぶ方のユニカモにたくさんいますし、あの、ね、海のウーモにたくさんいます。お魚がたくさん生息してるんです。あ、そうなんだ。すごいのが来た、すごいのが来た。あ、皆さん捕まっといてくださいよ。捕まっといてね。あ、見て見て、ウが浮いてるよ。ウが浮いてる。なーにあれ、なーにあれ、なーにあれ。皆さん揺れるよ、揺れるよ。捕まっといてね。もうね、あんだけかっこよ。なぜかというと今船です。でもこのスロープを上がすにはどうやって上がるかというと、タイヤで上がらないといけない。だけどこの車はこうに行くと後ろのタイヤで坂を上がるんです。最近前のタイヤがついて上がれない。スクリューを勢いよく回してスクリューの勢いで上がります。で、後ろのタイヤがコツンとついた瞬間にエンジンを船から車に切り替えてギアを入れて一気に上がります。このタイミングは難しいです。皆さん、このタイミングを間違えると戻ってしまいますよ。皆さん、いえという掛け声で上がりますよ。大きな声でいきます。いいですか。ダッパー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 ダバダバダゲイ。ダッパー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 ダバダバダゲイ。ダッパー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 ダバダバダゲイ。よいしょで上がります。せーの、よいしょ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 。上陸成功、拍手。ありがとうございます。さあ、よかった。皆さんのね、イエイの掛け声でね、竹内キャプテン機嫌よく上がってくれましたね。いや、機嫌悪い時はね、一回で上がってくれないです。よかったわ皆さん。